1955年、日本で初めて作られた車を運転する人向けの地図、道路地図です。よく見ると、綺麗な緑色の道と点々で表現されている道があり、舗装されているか砂利道なのかを区別しています。当時の国道舗装率わずか 8% ですね。燃費も違ってきますし、大事な情報だったんですね。道路地図ができるまでの地図は主に地名や鉄道などが記載され、位置を把握することに重点を置いていました。庶民に乗用車が普及し始めたことから、道路を記載する道路地図が世の中に必要とされるようになったのです。全長3メートル、裏面を合わせると6メートルにもなるものや、折り目に沿って折ると日本列島の形になるもの、ダイナミックタイプという独自の折り方をするものなど、各社が趣向を凝らしていました。なかなかこの折り方をマスターするのがですね、難しくて、これマスターさえすればすごく使いやすかった。結局は使いやすさと大判地図の一覧性が両立した書籍型の地図に落ち着くことになります。なぜ最初からこの大きさにしなかったのでしょうか。書店とかで売るときに本の棚を確保するのがなかなか難しかったそうなんですね。で、小文社さんはそこをこれを雑誌として売り出すことで棚を確保することができて、この B4 版を売り出すことに成功した。現在のカーナビは一つの画面で世界中どこでも表現することができますが、世界で初めてのカーナビはエリアを移動するたび地図を紙芝居のように入れ替えて使っていたということです。本田技研工業が開発した世界初のカーナビは、移動方向を感知するセンサーを搭載し、車に合わせて現在地が動く画期的なものでした。ただ事前に車の位置を手動で登録する必要があり、エリアの端まで行くと地図を入れ替えなければならないという手間のかかるものでした。その後地図はデジタル化され、 GPS システムの導入、さらには音声などで道案内をするようになり、現在のカーナビへとつながっていきます。人が運転するための地図だったのが、だんだん自動運転なんかですね、車のための地図に進化していってます。地図の楽しさというのも改めて認識していただけたらと思っております。日本初の道路地図の誕生から68年、車の地図の歴史を紹介する企画展は北九州市小倉北区の前輪ミュージアムであさってから開催されます。